皆さんこんこにちは今回は内藤さんが高谷軍団を追放されたかっていうことについて話していきたいと思います。と高屋さんが昨日動画を出しましてまあこのようなタイトルの「高谷が切れた喧嘩番長が語る伝説の試合3戦」っていう動画の動画なんですけどその動画の2分30秒過ぎくらいにまあ以前高屋さんと ところさんが戦った時の話をしていたんですけど、高屋軍団と言われてる僕の応援団とところさんの応援団が乱闘になって、僕の友達とかも服脱いで入れ墨出しちゃったりとかする頭の悪いちょっと有名な YouTuber がいるんですけど、そいつとかが暴れちゃったみたいで、そいつを出禁にしました。入れ墨とか出しちゃうし、無理だから俺の応援来なくていいと言って、 ちょっと突き放す感じのことを言ったようです。まあ、それに関してこの「頭の悪いちょっと有名なユーチューバーがいるんですけど」っていうのがもしかして内藤さんなんじゃないかなっていう疑惑が出ております。はい、ただ名前が出てないので確証はありませんけどコメント欄にちょっと内藤さんじゃないのかなっていうコメントが 2, 2件ほどついておりました。 はい。皆さんはその話を聞いてどう思ったでしょうかはい。そして、まあ、矢尻さんの話もちょっとされてたんですけど、うん。あの、矢尻さんとは今も会っているっていうことをおっしゃっておりました。はい。ということで、今回は、うん、内藤さんが高屋さんの応援をしに行ってたんですけど、まあ、このところ秀夫さんの応援団と乱闘になってから、 応援に行くことができなくなってしまったんじゃないかなという疑惑です。はい、よろしければ、高谷さんの動画一度見に行ってください。はい、それでは見ていただき、ありがとうございました。